どうも、あきです。栄冠ナインやっていきましょう。さあ、では今回は甲子園2回戦からやっていきたいなと思います。前回の試合かなりいい打線の動きがありましたので、この試合もですね、しっかりと打って勝っていければいいなと思います。では行きましょう。さあ、というわけで2回戦でございますと、やっていきましょう。さあ、山内ナイス、しっかり打って、そしてこの山内が抑えて勝つ、これが秋田高校。行きましょう。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、この栄冠ナイン毎日投稿、そして土日2本投稿といった企画をやっております。栄冠ナインの動画もっと見たいよという方は、ぜひとも高評価チャンネル登録していってください。さあ、では行きましょう。2回戦、相手は芦屋北高校でございますと。強っ強っ。さあ、この甲子園はどうやら、あった、急成長。どうやら強いチームがね、たくさん来そうですね。はい、急成長ナイスすぎる。ただ山内の調子は今日は普通、低めでちょっとコントロール経験値を貯めます。よし、この試合で99はいきたいな。コントロール、敵チームを見てなかったですが、おそらく中日の大島選手ですね。平野さんがいますね。はい、強いね。ぜひ秋山高校へ。山内さん、ぜひ秋山高校へ。野川、ぜひ秋山高校へ。やばい、これはぜひ秋山高校へ高校だな。阿部ヒバント、ぜひ秋山高校へ。伸びへ切れ投手、ぜひ秋山高校へ。左へ、ぜひ、あー、ノー秋山高校へ。トルエフ、はい。うわ、なんじゃこれ、このチーム強っ。いやー、赤星こそぜひ秋山高校ですよね。本当に育ててみてえな。さあ、この試合しっかり勝ちましょう。バックバックバック、あー、やばい、金本監督じゃこれ取れない。いいレフトなら取れるんですが、くぅ、ノーアウト、2、3塁。ここでまさかの頼れるものがない、もう臭いところだな。これはオール臭いところでいきましょう。よし、 OK。 さあ、1年生のセカンドというのは非常に怖いものがあります。ということで、今思うとここは守備伝令使っといた方がいいな、さすがに。ん、前進しようかな。でもここはよし、前進成功、 OK。 これでツーアウト。ショートは素晴らしいですよと、はい。さあ、山内さん、チャンス、 VS 山内、山内対決セース。よしよーし、よしよし、3点先制からのソロホーマーですかね。打たれてます。砂田今日も打ってます。よし、のが4番にソロホーマー、これは仕方ないですね。この試合はね、大切にしたいですね。急成長してたんで、多分これくらいやればコントロール99にはなると思うんですよね。うまいうまい、うまし。あとは変化と球速経験値を貯めよう。よし、これでスリーアウト。相手の緩急でいきます。よし、センター、川田さん取れる。オーケー。さあ、ちょっと点を取りたいな。怖いな、相手がこの戦力なので、2点差っていうのはちょっと終盤に向けて怖いものがありますよと。うわ、やばい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 。ほら、言った手前、まあ今のホームランは仕方ないな。ホームランはもう仕方ない、切り替えていこう。ちょっとコントロール経験値が溜まりすぎるんじゃないかと思われる、これ本気出すと。でも、もう本気を出さないと仕方ないという場面。さあ、ここでクリーンナップか。怖いな、怖いよ怖いよ。
でもこっちはまだカードを切ってませんから、ヒットは向こうの方が圧倒的に多いですが、よし、カードを切ってなかったんだ。ここでまずはダイソー、まあ矢部くんかな、盗塁 C というところを買っての矢部くん でお祭りだけ使った後にここも代打を出します。でやることはいつもこれですね。はい、やるのはいつもこれで、カードをとにかくいいのを引いて、あーでも黄色い1000円とかも拾いつつ、いいカードを引いてピッチャーを代打で育成枠にもなるし、これまでいける。 OKOKOK、 そうこれがやりたかった、そういうことで、ここも代打。ここはですね、あえて僕は左打ち足が速い薄田でいこうと思います。やることはそうです、セーフティーバントなんですけど、まあこれはじゃあバントにしよう。で今バント上手くなったんで、追い込まれてから多分できるんで、一番いいのはフォーボール。よしよしよし、これが本気を出した時の秋山高校。あーで、まあ育成枠のこと考えとくか。はい、育成枠のこと考えとこう。よーし、これが本気の秋山高校で、ここにこうで、これで育成も完璧。よし、これもなー、まあバント最悪するけど、最高はフォーボールだな。まあでもここはしとこう。もうよし、 OK、 さあスクイズで1点は入れられる状況まで持ってきて、ここは大胆にスクイズでいきましょう。よし、1球目スクイズナイス。よーし、秋山高校の戦い方です。これが、これが連勝記録を作ってきた最強高校の戦い方です。 OK、 スリーアウトチェンジ。チームなおもピンチが続きます。バッター打ちました、1・2塁間抜けた、ライトバックホーム、おまたナイスバッティングです。外のボール球、1・2塁間のゴロ、2塁フォースアウト、スリーアウトチェンジ。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。おっとこれエンドランかけてきた、ここはうまい守備に阻まれました。代打は2高校1・2塁間の打球抜いていった、ニクラいいバッティング、すぐ掴んだ1塁送球、飛び込んだ、気迫を見せましたが、タッチはセーフ、2塁はセーフ、来ました、2塁ランナー3塁へ向かう、低めのボール引っ掛けた、また内野ゴロ、ベースカバーに入る、
山内取ってアウト。今日2三振の山内、ここまで2打席連続三振。危ない危ない、謎にマイク音だけ入ってなかったんですが、2分ぐらいかな、はい、気づいてよかったということで、まあそこはテロップ実況でもやろうかな、たまには。まあ皆さんはね、僕がどんな感じで興奮して実況していたのか、まあテロップでね、こういろいろ考えながらですね、見ていただければ面白いかなという感じに編集しておきます。砂田さんの位置ですね、 OK。 でもちょっと本気でいきたいので声は出していこう。 OKOK、 めっちゃ能力上がりましたね。コントロール99、球速174、守備も1個、ミートも1個、山内ナイス。ちょ待って、これは本当に完走にめちゃめちゃ近づいた素晴らしい能力の上がり方ですね。ただちょっと気になるのは変化球上がってないな。これもしかしたらスライダー1で卒業かもしれんな。あ、いけるか。これで変化磨いて入って、2はいける、2はいける。で、コントロールはもうほぼ100になりかけてて、あとは球速だな。はい。球速だな。今、急成長を引けたということが、本当に非常に大きかったですね。ナイス。行きましょう。よし、ということで、球速測定しよう、ここも。で、マイク音はしっかり入っているよと。急になんかね、マイクがね、切れるときがね、たまにあるんですよ。よく気がついた、今。一応ね、PC の方に画面でこう、マイクの音量これくらいで入ってますよ、みたいな、グラフが出るんですけど、それを見てましたね。さあ、プロ出てこい。あとは、もう一試合行きましょう。さあ、行くべ。川田、小木の堀江。まあ、堀江かな。うん。堀江3番、これでいいでしょう。試合開始。さあ、深夜ただいま3時、実況しております。しばらく遠征でございますので動画を撮っていきましょう。よし。ワンアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生。うわーお。強いチームしか来ない。ムード丸がいる。しかもうわーこれはきつい。でもクッキー。これは強いぞ。クッキー初球。よし。これはちょっと全力でいかないといけないので、さあここを乗り越えて成長したい。ヒットエンドラン、本気のヒットエンドラン。よし、これセーフまである、セーフまである。よし、最高。よし、先生、あー同点。本気の作戦でいきましょう。待てで球数を増やしつつ、もちろんフォアボールが来れば最高と。足が速い選手ですと。クリーンアップの前にランナーを貯めれば長打で点が入るよと。これだけ粘った後の、うん、まあまあいいでしょう。粘った粘った。よし、ノーアウト2塁。これは超得点のチャンス。バンといきますが、まあ3年生であるということ、あ、2年であるということ、上級生であるということ、しかもバントが5であるということを含め、追い込まれてからやる。相手のスタミナを削っていく。そしてセーフになって、イエス、オッケー。さあ打球がライトスタンド、金本監督。うわお、危ねえ。スクイズがいいな。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。これはお任せでいこう。応援歌は来年からつけます。ねえ、代打でもよかったけど、ちょっとさすがにまだ4回だからなっていうのはありましたね。カードも使えるしみたいなところで、ここ代打か。いやー、ここ代打だな、ここ代打だな。さすがに今までのうちのやり方を考えると、ここは代打だ。そしてスクイズ、わーうち、わーうち、うわー、もうこれは仕方ない。4以上でいこうと思ってたんで、威圧感も今ついたし、これは仕方ないな。もうとりあえず育成枠。育成枠。こればっかしは仕方ない今のは。
兵庫の牛若丸。うわ痛いな、今のは本気で点取りに行って点が取れなかったっていうメンタル的な部分が痛い。切り替えていこう。よしよしよし、オッケー、ノーアウト、ランナー一塁。よし、初球スチールとは素晴らしい、こちらの意図が伝わっている。そして砂田ナイス、2の2、4割1分4厘、阿久山高校最高打率いける、これもセーフになれ、セーフになれ、よしよしよし、3の3猛打賞。そして走れ、ノーアウト2、3塁、2点、2点取れる、これスクイズ、スクイズでも2点入るから。ということで今度こそ決まってくれ、よし、やばいか、よしよし、さあ金本監督、ここまで2打席連続三振、決まってくれ、3で、よし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 、先行チームここはなんとかしのぎたい。さあということで、ちょっとまた育成枠をしっかり使いつついきましょう。ちょっとこの回怖いので本気の伝令を出しておいて、で今日は才能開花、仕方ない。もう基本は緩急でいきたいですよね。これ前回の試合経験年の感じからいくと、もう基本は緩急で攻めていきたい。この試合は球速経験値、そして変化球経験値を貯めていきましょう。少なくともこの試合でなんだシュートですね、変化量マックスいきたいですね。おお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 お祭り使っての、おい矢部くん、何やってんだ矢部くん、何やってんだおい、やってんなおい。ちょっとさすがに今のは怖かったんでセカンドをもう変えましたと。はい、よし、それ育成枠だな、ナイス守備。もう完璧に育成枠やっとくか、怖いので使えるうちに使っとこう。セカンド、よしナイスナイス、あぶねあぶねあぶね、なんちゅう送球するんだ、怖い怖い怖い。もう金本監督も変えて、よし本気オーダー、この3年生が最後に全員出てくる本気オーダーです。上級生の力見せてやりましょう。サード、よーし、オッケーオッケー、ナイス。さあこの回、そしてボッコボコに点を取るというのがね理想です。この本気オーダーになった途端ものすごい点差をつけるっていうのが理想です。大事な場面で盗塁を決めました。サード方向にやるよ、よしオッケー、ナイス。さあ砂田4本目のヒットなるか、んでもまあスクイズでもいいですけどね、率を落とさないために。まあ犠牲フライでいいか、ヒット狙いの犠牲フライで、まあ犠牲フライなら率落ちる、ヒットになれば率も上がるという一番いいやつにしよう。よし、おお、デッドボール。さあ満塁、さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。サードの姿ですね、ボッテボテですが1点は入る。さあこの2人のランナーは返してあげたいな、ここはねあえてね強気にスクイズしないと、ここはしないんですよ。うわー、だいぶアゲンストなんでこれは犠牲フライも厳しいか、走った
ナイスラン。レフトへの犠牲フライ。先行チームさらに1点追加。さあそして渡井、ここは初球セーフティー。セーフティーバントだ。素晴らしい。ボールを取る。一塁。素晴らしい。そしてさっき走塁でやらかした矢部君、バットの方で取り返してもらいましょう。急にあれだけ競ってたのに 7-1 になるというのがうちの高校だよというのを見せつけましょう。いくら、うん、まあでもいい攻撃ですね、さすが。さあとなると山内、まあちょっと低めも使っとくか。この試合でもほんのちょいはコントロール経験値も入ったよというところでいきましょう。まあ、100になるときって結構経験治療が必要なので、まあでもというか先に100になっといた方が安心感あるまであるので、できればもうちょい溜めとくか。この試合掴みました。これでワンアウトランナーは2塁変わります。でもまだ結構試合数もあるんだけどな、難しい。最後の局面に本当に来てるっていう感じですね。これがよしよしよし。ピンチヒッターは半沢。ボール臭いところ勝負で。さあ防御率1点台という山内の目標もありますので、本当にギリギリの戦いですね。そこも OK。 アウト、スリーアウトチェンジ。さあまだ点を取ります。さあそしてなんといってもこのまま砂田に回ってくるんじゃないかというところで、今のはもうゲッツーっていうのが絶対ないバントに相手した。でセーフティーだな。一番セーフになるのはこれでしょう。よっしゃ4-4。4-4、本当に阿久山高校最高打率いきますね。これもうほぼほぼ確定に近いような気もする。確定ではないかまだけど、もうかなりの確率で大和田、そして秋田の持っていた4割3厘ですかねという記録抜けるんじゃないかなというところまで来ました。ナイス砂田。さあ1点追加してるよと何気に。さあ持ち前の才能を開花することはできるか。さあ山内、最低限シュートはマックスいこう。この試合ね、この試合で。よし OK。勝つんだ山内。川田さんなら取れます。足が速いセンターですから。さあこのバッターを抑えたら防御率1点台いけるのかな。 2.00。 うん、フォアボール。さあ今日も球数がすごいことになってます。150球目。それでも150球投げても1点しか取られていないというのはね、この安定感素晴らしいところですね。ナイス。いやー砂田のこの4-4素晴らしい。はい、さあ山内 OK、 シュートマックスまで行きました。 OK。で金本監督なんかも育って、堀江もしっかり育って、うん、素晴らしい、素晴らしい。さあ、勝ってプロ来い、頼む、砂田の左 F だけ消させてお願い、プロ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 、負けてプロがいい、勝ってプロ来いよーというね、ところでございますと。で、OK、山内がこうなったよと。でもうこれは練習指示呼んできますね。でもうラストは、スライダー磨くでいけるかな。あと何試合だ、あと準々準決あと3試合でなんとか変化量1個上げたいですね。で卒業の時に第2ストレートね覚えさせましょう。はい、うわーいいピッチャーになったな、いいピッチャーになったな。これコントロールもまあいける、球速だな、球速だな、いけるかどうかというと、球速ちょっと速球中心使わないといけない気がするんで、そこは使いましょうとい
言ったところですね。 OK というわけで本当に最後の最後、もう山内ね完璧にして卒業させて、今度はペナントの世界で活躍させてあげましょう。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。